お疲れ様です。そしてどうも皆さんこんにちは、キュウ君です。よろしくお願いします。さあ久々のラビオラットですよ。ガチで久々な気がします。めちゃくちゃ久々ですよね。いやそうですやばい、久々すぎてもうなんだっけっていう忘れました。僕のこと今日はですはい今日は、はい、皆さん忘れたやつ、今日はですね TikTok でバズってた10秒デッキというのをちょっとやっていきたいと思います。すごい協力バトルのやつですね。そうですね、もう最近やっぱ TikTok とかもね若い子がすごい人気ですから、海外とかでもバズってた、ね、そうですそう、そこでもうね面白い戦術がちょっとバズってたので、今日ちょっと一緒にそれねやっていきたいと思います。で それで言うと、前僕のチャンネルでリーチマルさんとさせていただいたんですよ。だからラットサウンド初めてなんですよね。いやそうです、さっきっていうかこの動画撮るのさっき決まったんですよ、雑談してて。いやそう、なんかやろうみたいなね、はい、そう話しててなったんですよね。そうなんで、キヨキヨさんの動画でも以前上げられたんですよ、ね、そうですそうですそうです。そうなんで、ぜひそちらもね皆さんチェック。まあそれ見なくていいですけどね。あれこの動画見ればいいの、はい、あただちょっとそれでそう、最近ね新チャンネル作ったんですよ。あ宣伝してる。ゲームチャンネル作ったんですよ。チャンネル分けたんですもんね。分けました。3つぐらいあるんですもんね。 今全部チャンネル登録お願いします。あ、いやいや全部はしなくていいっす。なんでそこ結果やった。いやいや気になるのだけでよくないですか。うざくないですか、全部登録するの。分かんない急に真面目な教育さん真面目でーす。ただデッキがね、はい、まあ、ほんと10秒デッキっすよね。10秒デッキっすね。それの10秒デッキでエリポンがね、あそうエリポンがなんかもうあのここの好みで入れただけなんで確かになんか、まあ、今ファイスピとかなんかそういう感じだったら、まあ何でもいいかなっていうので。そうですね、しかも今ねミラー強くなりましたからね。いやそうなんですよね、ミラー16レベルがね出せるっていうのでエリポン壊れです。でどういうのかって説明してもいい、はい、まあでもいいんじゃないですか。もう俺が新型だっていうのを一発目から大成功させてやりましょうよ。新しい10秒デッキこいつだぞっていうのね見せます。一発目からね。いや見せます。よし、いやーちょっと緊張感あるな。どうせなキングラ投げてやるんだろとか思って甘いガチで甘い。ちょっとこれはねラットさんのチャンネルだから、ね、やっぱりさ学ぼうっていうさ方も結構多いじゃないですか、やっぱりね、はい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 、クラロは学ぼう。そういう、ね、緊張するな。バレルミラーですね、まずは。あまあまあまあ暇っすね。まあ暇っすね。はい、ね、暇っす暇っす。ちょっとバレルミラー、はい、ウッド使ってくれたっすね。熱いっすね。美味しいっすね。で、ちょっと暇なんで。なんだろう、あ、バルキリー使ってくれましたね。おえ、これワンチャン行くっすか。熱いな。でも、ちょっとバルキリー邪魔っすね、今。バルキリー邪魔っすね。え、ワンチャン落ちたふり戦法します。これで。さ、グッドゲームして、ちょっと待って。グッドゲームして、はい、死んだふり作戦。死んだふり作戦。からの、もう行きます。なんか欲しい。なんか相手出してほしいっすね。あー、やばい。やべ。やべ。ちょっと一回お茶に濁しましょう。一回ね。一回お茶に濁しましょう。うん、で今のあれで位置バレたみんなに。あ確かに確かに。やばいやばいやばい。ちょっと待ってください。ああいう感じで皆さん戦います。はい。あ言っちゃった。ああいう感じで。ああいう感じで。いやだからでもどういうね見た目になるかはまだ分かってないと思うんで。うん、いやこれすごいんです本当に。なんかキヨキヨさんに教えてもらったんですけど、はい、このバズリオ。いやそう TikTok でめっちゃね。もうなんかめっちゃ見られてたんですよ。見てびっくりしたっすね。ほんとにそんなんがあるんだって言ってエリポンおられたっす。もういやでもこれは勝てばいいんで、はい、はい、勝てばいいんでね。あと相手バレてないっすまだ。私まだバレてない、はい、ただの下手くそな枯渇使いだなっていうそうっすね、うん、いやいいっすね。レイジもしっかりね乗せていくスタイル乗せていきながら。うわなんかその中央にその中央に置かれたちょっと違う、ね、中央に置かれてほしい。僕らのなんか企画を知ってるかのようなね。そうですよね。ファイブ使ってくれたら美味しいな。いや使ってくれたっすね。これまあそっかまだか。一旦スケブでスケブでいいっすね。あのテスラね。あー美味しい、うん、全然美味しい全然美味しい。えなんならエリキ美味しいっすよ、うん、ザップ使ってくれた。あれこれ一回落ちたふりせん。あでも待ってミラーが僕ないな。ションジレイジとかまあまあまあ、まあ、やばいっすね、マジで。これ行きますか。行きますか。必殺技行きましょう。いっせーのーで、ほい来た。いや、マジである。いや、これ熱い。で、クローンしてレジ。うわー当たった。ふわー、悔しい。ちょっと一回説明するとお願いします、先生。真ん中に置くと、ゴブリンが四方八方に行くんですよ。そうですね、横のタワーにも行きながらキングにも行ってみたいなね。だからなんかポイズンとかファイブを避けたりするんですよ。全本行けるんですよね。そうなんですよ。キングも横のタワーも両方狙う新しい10秒デッキ立ち回りっていうんですかね。ワンチャン。ああしっかりしてんなおいザップ。バレてますからね。だから逆に最初は真ん中行くじゃないですか、うん、はいはい、はい、もう勝つっていうことを目的するならずらしてもいいっすよ。あ確かに最初真ん中で次キングルとかしたらもうウッドとかカラブルっすもんね。カラブル
天才来た。それもあるんですよ、空振りが多いっていう。ちょっとこれ成功させたい。いやマジで成功させたい。マジで決まるとねえぐいんですよ。よろしく本当に。よしとか言って僕まだ一回も成功したことないですけど、ここでね見せつけてきましょう。はい、もう、はいはいはい、もう守らせていただいて。エリポン選挙、エリポン選挙、もうゴーエンファイアボとかポイズンとか使わせてね。はい、もうちょっと、はい、もうバーリン、はい、もうしょっあれそれなんか、あ、やばい。いやこれなんならアドじゃないですか。なんなら僕行きますよ。僕ないっす。あ、ないっすか。プリンセス、いい感じに守って、いい感じに守って。え、これワンチャンも落ちたふり。あ、まあまあさすがにか。いや、やさめ、え、これ相手一回落ちたふりして。これグッドゲーム作戦あるな。あるっすね。いけます、先生。一応いきますか。はい、せー、あいや、もうゴリ押し、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 あれ、おっと、やばい、ジャンピング起動した、ジャンピング起動した。相手にプレゼントで終わり。もうなんでよ。絶対成功させましょう。いやマジで成功したい。絶対成功させましょう。させましょう本当に。今でもまだ、いや、これで一回裏いけます。いや次で、そう、裏っすね。え、これなんか普通に重力ちょっと強いっすね。強い。でミラーが強い。よくこんな思いつくよなっていう。 いやマジで絵が綺麗っすよね、その成功した時の。見たい、その景色を見たい。よし、使え、ウッド使え。いやー、使え。じゃあ次裏行きましょう。だから、いやマジでそうっすね。でもゴレ出してくるとゴレにターゲットいっちゃうの嫌っすね。あとはキヨキヨさんのコスト待ちで、そうっすね、コスト待ちっすね。グッドゲーム、これグッドゲームでもう忘れたふり、負けたふりしよう。負けたふりのなんなら裏、キング裏で一旦勝つ。一旦勝ちましょうか。一旦勝つ、いけます。いきましょう。せのっと、いマジで頼む。オープンくんな。あるあるある、ゴロロ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 ロあれ従来の方が強いみたいなことになってますよ。いや違うんですよ。違う、びっくりした、びっくりした。本当にね。でも早い言い訳してたら早い。やばいやばい、まあまあまあ、新しいのね。新しいの、はいはい、全然。まあ最初はね、お茶を濁すかい。はいはいはい、あ、全然あげます。わお、先輩、先輩のそれ大先輩じゃないですか。大先輩 TV かましましたね。やばい。あ、でもなんか頑張ってる。いや、これ守りますよ。ディガーで混ざりにくってください。いや、いい、いや、めっちゃいい。神、天才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 、まずい。いや、これはまあいいっすね。男の守り、まあ、最初はまあ守、ファイブを使って、おしおしおし、まあその焦っちゃいけませんからね。いや、そうなんですよね。やっぱ余裕が大事ですからね。余裕大事です。さあここで、これなんならもうレイジかけますよ、私。あ、もう無視いいんじゃないですか。いや、素晴らしい。これなんならレイジで、レイジで倒せたりしません。すごい、いいね。よっしゃ、いけます。あ、でもミラーがなんかグッドゲームぐらいしたいな。あ、ミラーがねえんだ俺。いや、めっちゃいい。ナイス、ちょっと遅れました。いや、めっちゃいい。で、ここに呪文使ってほしい。呪文使ってくれたらもう、じゃあ待ちます。ないない一回、いや、もう一回はエルポン。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。オッケー、神、神、次だな。ワンチャンいきます。スケブぐらいちょっと一瞬咲いて、一瞬咲いて、いいっすね。からの使え、いきます、僕。あ、じゃあ、OK、もうちょっと持ってくれる。 OK、落ちたふりしましょう。 OK、 よし、いきます、せーの。うわー、うわー、なにねー、いけない、いけそうでいけない。これで表行ったじゃないですか。裏行きましょう、はいはい、確かに。これで空振りを誘発しましょう。今までのね、今までのやつ、今までのやつ、今までのやつね。これまずい。Thank you。 やっぱあれで飛ばせちゃうちょっとむずいな。確かにですね。キヨキヨさんの位置が多分正しいんだろう。いや、僕正しいかは分かんないですけど、あれもうちょっと手前でもいいかもしれない。あれどうなんだろう、キングに手前でもいい気もするっす、ね、これいけます、ワンチャン。まだワンチャンあれですけど、うん、行きたいっすね。いきます、キング。あ、先生、3、2、1、ポイ。で、じゃあ僕レイジ担当します。お願いします。おら、え、おらおらおら、来た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 、ロケット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 、いや、ロケットね、ロケットね、ロケットね。いや、ディガロケロケとかなんか
なんかあれっすね、耐えたらみたいな。ディガーでちょっともう削って出ました。ワンチャンクローンで、クローンディガーして、確かに、いやめっちゃ、めっちゃで逆サイに行って、でこっち潰して、やばい、いやめっちゃ、いや痛い、あー、惜しいあれまた従来の10分、違うね、本当にびっくりした今、本当に今のは、はい、今までのだよっていうおさらいですね。おさらいですね。最初従来いきます。ダメかダメだ、最初従来ダメです。もうね違うことになって、それで成功しちゃったらもうそれ成功したら終わっちゃう。ちょっと一回バレの位置をちょっと確認したいですね、教教先生にね。いや僕はもうインスピレーション、真ん中の四角、これど真ん中の四角ですか、もしかして。あでも僕そうしてました。はいはい、こっちの方で、これの右か左かを選べるんですね。あじゃあ僕右行きます。4つあるっすね。4つありますね。4つの右上、右上左上で行きますか。おいいっすね、よしよし。あれ何もね、まあまあ何もない。おお、逆に手札整えて落ちたふり TV ありっすけどね。確かにね、落ちたふり TV はあり。まだ整ってはないっすね。整ってないっすね。おお、いい穴目っすね。いい穴目っすね。まあでもちょっとこれでも落ちたふり TV します。マジで左下にディガーだけ置いとくとインドの時間稼げる。これワンチャン、いや行けますよ、ね、いけるっすね。行きましょう。せーの、あ右か、やばい、インドラゴ先生、インドラゴレイジ行こう。先生インドラゴ、いけいけいけ、これ、あー違う、あー全部消えた。めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。インドだけ守れればいい。めっちゃ良かった。あの位置っすね。わーわーって言ったやつ、これをやりたいんですよ。いや成功させたい。いやー惜しいっすね。お願いします。インドラだけね、インドラだけやばかった。まあでもいつ攻めるかっていう問題ありません。いや相手にねやっぱ呪文使ってほしいっすね、本当に。いやそうですよね、別に行こうと思えばいつでも行けるんですけど。おおなるほどね。ちょっと余興していきますか。おエリポン重ね置き。いいっすね。おお、ここでレイジかまし、あやべ、ええあーあしかも16の方にかかったし。確かに。これスケブ出してオンパレードします。守れなくてグッドゲームかますとかありっすよね。でこれでグッドゲームグッドゲームやっとけば、これでないとこ、やべゴブリンバレルがね、いやまあないとけばいいんすよ。いや行きますか、これあるっすね。しかもプリンで残ってる、でかい。お熱い熱い熱い、待ってよ、ここっすね。行きましょう、せーの。ちょっとね僕若干遅れ気味ですけど、レイジかましますよ。クロ来た、うおずれた、ずれた、ずれた、これこれこれで、ここでクロクロクロン、クロンかかんねえ、やばい。いや待て、いやいけるいける、両勢いける、もうなんか微妙。いや誰急に一回勝とう。これで次従来型いこう。これで窓、ここで従来、はい、ここで従来はね一番熱いですね。一番熱い展開、これで多分すかしてくれるんで、多分ワンちゃん気持ち守りながらね。いやめっちゃいいっすね、お相手うまい。ボーイ行きますか。あーちょっと待って、キョキョさんを、そうっすね、これ無視っすね。キング行きましょうか。行きます、せーの、ポイポイ。レイジ担当します。はいお願いします。あーファイボが、見てくる、なんだこれ。なんだこれ。めっちゃいい防衛主義だ。見てくるな、見てくるな、ちゃんと見てくる、ちゃんと見てくるな。いやいや、いや6000高いな。6000高いな。ちょっとあの僕じゃあ一般だけ割りに行っちゃう。一本だけね、一本ぐらいくれよ、一本ぐらい。ああこれ難易度高えな。レッツゴー、いくぞ。いやこれだからどっちなんですかってことよね。うん、手前なのか奥なのか。はいはいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。これ、はい、ワンちゃんのワンちゃんのさらにおしゃれ技をいくと、 おしゃれ技、はい、投げる前に、はい、キヨキヨさんが、はい、ケツディガーしとくんですよ。ケツディガーするんですか。で、トゥクトゥク歩いていくじゃないですか。はいはいはい、トゥクトゥク歩いていって相手陣地のプリンセスタワーのターゲットを取ってくれるじゃないですか。なるほど。そしたらよりゴブリンが残る。
一回もう普通にこの辺出していいってことですよね。いや、あ、ちょっとコストなくなっちゃうじゃないですか。あ、なるほど。その自陣にもなんか防衛ディガーみたいな感じで出してくるんですよ、はい、でディガーが相手陣地入るタイミングぐらいで、あ、ファースト、まあでもユニット出ちゃうか、片方のターゲットだけはちょっと取っとくと、ね、あ、そうそう、取れるってことですね。そうそう、だからディガー後ろから適当に流しとくのもありっていう。あ、そうですね。あ、それでもやってみてもいいですね。こういう時に言っとくとちょっとターゲット、確かにほらもうずっと確かにターゲット取ってくれ、うん、なるほどなるほどなるほど。さあこれでエリポンチ、これも流れめっちゃいいですけど、流れいいっす。ただ僕バレルがないですね、全くない。おお、なるほど、先生バレル欲しいな。それね、でもマザネクあったんでよかったですね。うんうん、ちょっとバカしい。先生ゴブリンバレルをください。ゴブリンバレルをください、マジで。ここで一回こうプリン、端のプリンしといて。あ、バルキリー出した、いいっす。僕行けますね、いつでも。あ、やらんすよ、使った。ガチだやつ、行きますか。じゃあせーのください。行きます、せーの。レイジだな僕。エリクサーフローの方がいいんですか先生。いやバルキリーやべ、え、なんならちょっと時差でちょっといい、ちょっといい、おい、いやこれちょっと、まだもう勝ちたいな、ワンチャンあるっすよ。だからまだ勝ちたいっすね。あ、ロケ打ちます。あ、センキューセンキューセンキュー、あ、オッケーオッケーセンキュー。めっちゃいいエロめの裏ディガですね。なんならこれもうバレル対決でしょこれ。いや、行っちゃいますか。でここでもうどこに出したらいいか分かんないです相手。え、めっちゃいい、めっちゃめっちゃ、ただここでこうクローンだな。あ、いや、めっちゃいくの、いや、めっちゃいくの、いやー、バルめっちゃ飛ぶ、やばいやばい、豚がいる、豚チンが、うわ、2000、いや、これ勝ちたいな普通に、2000、守れねー、普通に防衛リーが欲しくなっちゃうな。いや、いい、ナイス、スケボお願いします。やばい、え、え、待って、あ、あ、ダメだ、いやー、惜しいな、バルキリーバンして、いや、惜しい、いや、マジで決めましょう、ここで決めます。決めて、もう視聴者さん、本当に一瞬ハイタッチガチで一瞬ハイタッチ、届かないですけど、年齢よろしくお願いします。一瞬ハイタッチ可愛いな。いや、マジでいける、ありがとうって言ってんな、ありがとう、ありがとう。ちょっと、そうっすね、死んだふりをいかにできるかっていう、大事なの、結構大事っすよね、はい、なんでコスト使わしてみたいな。うわ、ウッドファイスピー、ウッドファイスピー、まあちょっと嫌ではありますね、嫌っすよ、でもファイスピー多分、まあそっか、おいしい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 、ガチでおいしい。一回普通の人ですよアピしとこうかな。うん、あ、いいっすね、片方は普通の人ですよ、普通の人アピ、センキュー、エミッシュ、うん、あ、やべ、あれ先生なんかやばい、そのマスケに行っちゃった。相手レベル12よ、あれこれも先生バレル欲しくなっちゃうな、バレル欲しくなっちゃうな。いや、もうマジで真剣すぎて喋れない、喋れない。お、センキュー、センキュー。でここで回して次のあれ感じ、うん、いい感じにしますか、これ多分こっちでやってます。センキュー、おいよ、オッケー、バレルはね、僕はね、準備 OK ですね。僕まだでーす。OK です。耐えましょう。でも、ここで使ってもらうのは大事なんで、端折りしてみて。いやー、いいっすね。めっちゃめっちゃいい。で、ここで、お、もうこれで僕、準備が。いや、じゃあ、これ、死んだふりワンチャンじゃん。エリポン死ん？オッケーオッケー。確か、死んだふり？バルキーとかいるもんな。どうなんだ？で、ここ死んだふりしますか、一回。確かに、グッドゲーム。シバロケットとかしてくれちゃう。いきますか、これバレルクローンでいきましょう。わかりました、置いて飲もうしこう、フォルス3、2、1、ポイ、やべ、ちょっと遅れた、やばい、1個だけ遅い、オッケー、来たレジレジ、うわ、来たいや、しかもバレが来たしかも綺麗ウッドがさ
外れるんですよ。もう奥に逃げるから。逃げてた逃げてた。すごい、みんな逃げてた。みんな逃げてどっか行くんすよ。来た、やったー。いや初めてですこれ。やった、嬉しい。ガチで嬉しい。え、リプレイ見返したい。見よう。これやばいですね、本当に。でこれでバーン。うわ、やばっ。ウッドとかももう、入ってとか入んない、もう多すぎて、多すぎて。ウッドの範囲多分4倍ぐらいにならないとカバーできない。4つ転がさないと一緒にできない。できない。これやばいっすね。いやバカ気持ちいい。これはね、これ決まってよかった。本当によかった。いやちょ、こういうのなんか楽しいね。キオラットでやっていきたいっすね、今後。マジで楽しい。なんかこういう、なんか今、なんか昔結構無限系あったじゃないですか、プリンセス100体だと。あー、増殖。あれ最近やってなくないですか。無限増殖見ないですね。改めてやってみたいっすけどね。なんかそういう戦隊チャレンジいきますか。戦隊チャレンジね、最初100体チャレンジ、300体チャレンジやりたいっすね。確かにいいっすね。いやマジで成功してよかったっす。よかったっす。締め方忘れた。いやいや、締め方忘れることあります。いや、よかったですよみたいな。よかったしか言えない。いやもうね、ということで、はい、また今後もね、京香さんとコラボ動画ちょっと上げていくので、そちらもねチェックお願いします。てか僕、そうですね、この動画撮る前にも何本か撮影させていただいて、あの京香さんチャンネル上がるんでね、ぜひそちらもチェック、概要欄貼ってます。お願いします。ありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。